お願い事はエマにお任せしなやかかつパワフルな舞で皆さんを虜にしますビーナス3年目高坂エマですたっぷりのビーナス愛で唯一無二のチームへ導きます私と一緒にジャイアンツ日本一の景色を見に行きましょうビーナス5年目キャプテンの伊藤ルナですよろしくお願いします <laughs> 私たちは2人とも実は台湾に行っっててきましたした <laughs> とっても楽とも私が一番台湾の遠征で記憶に残ってるのはあの記者会見 <laughs> すっごく記憶に残っていてあのもうテレビで見るようなカメラが。 百何百台ぐらいあって、もうフラッシュパシャ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 みたいな、もうマイクも。何本刺さってたんだろうっていうぐらいの大きいマ、ね。<laughs> マイクスタンドでお話しさせていただいて、もうこんな経験。できないだろうなっていう経験をさせていただいたのが、すごく印象に残ってます。エマはあのダンスがね、きれきれで、ダンスが大得意なんですけどねそ。そうなんです。この台湾の遠征のために、あの応援歌に。全部振りをつけて。 みんなで頑張ったので、ちょっとその応援歌を披露したいと思います。やってみよう。五十五番の秋広優斗選手の応援歌を見せたいと思います。やってみよう。い,<え>い, <laughs> いきまーす。ーのはい。さあいざ行け午後目覚めよう届いた思い力に変えてさあいざ行け見せてくれいただきをしん これをねねねずっっと、ね、踊ってたんだよ、ねうん、とっても楽しかったです。<laughs> なかなかさ、試合中ずーっとイニング感でしか踊ってなかったから、うん、本当にあんなにずっと動きっぱなしで試合をするのは初めてほぼ初めてだったんですけど、うん、やっぱりスタンドのお客さんと距離が近くて一緒に応援している感があったのがすっっごい楽しかった、ね、一体感になってるなっていう感じがとってもしました。はい <laughs> 最初の試合前のパフォーマンスは台湾のチアの方々とコラボで披露してね一緒,一緒にねこうやってでも本当に台湾のチアの方はもうかわいくて、うん。 スタイルも…足足ここっかかからららててまましたど本当に、ね、びっくりしちゃっても足にしか目がいかないとかもう顔もとっても可愛くて本当に優しくてやっぱり言葉の壁がどうしてもあったんですけど、うん、そんな中でもすごい交流を深められてとっても楽しい2日間になりましたいや今日の「サマスタは2024シーズンが本当に楽しみになる収録でした。 開幕オーダーの予想とか順位予想とかなかなか私たちが普段テレビで見るような内容を生で解説者がいらっしゃる中で聞くことができて本当に気持ちが高まったし私も開幕戦からパフォーマンスできるのが本当にすっごく楽しみになりました。 私もやっぱルーナちゃんと一緒でこう間近でいろんなお話を聞けることがすっごく幸せでもう本当とワクワクドキドキメラメラいろんな感情がもうメラメラしたりしてたのでもうそれをしっかりあの開幕に向けて私たちも一緒に頑張っていきたいなと思っています頑張ろうありがとうございましたはい、今年はジャイアンツ90周年 の年ですがビーナスも30周年を迎えますイエーイそんなメモリアルな1年になるので私たちも新たなパフォーマンスちょっと一風変わった、うん、やっぱり「新風」っていうスローガンのもとで私たちも一緒に戦わせていただくので新しいパフォーマンス新しい「ヴィーナス」に期待していてほしいです。 たくさんパフォーマンスするので見ていてくださいジャイアンツの見どころはありますかはいやはり伝統の一戦から始まるこの開幕戦っていうところでやっぱ安倍晋監督に変わったジャイアンツのこのチームの雰囲気だったりプレイっていうところをしっかりと見てもらえるといいかなと思います見逃さないでね何もちゃんと見てね <laughs>